ラチェットクランクラチェットクランク3突撃。ガラクチック・レンジャーズラチェットクランク3突撃。ガラクチック・レンジャーズは、米・インソムニアック・ゲームズが2004年11月25日に発売したコンピュータゲーム。ラチェットクランクシリーズの3作目。ラチェットクランクシリーズの第3作目。2と同じように武器のグレードアップはあるが、今作は、 レベル5までのアップグレードになる。また、乗り物が一新され、舞台が図画が銀河へと戻ったため、第一作で登場したステージや武器がいくつか再登場している。さらに、レンジャー隊のミッションや空中からダイブするアクション、ストーリーの鍵を握るミニゲーム、V コミックなども登場する。また、下タニウムボルトを使えば、服装が買えるようになった。 本作では、シリーズ初のマルチプレイが可能で、2から4人で対戦ができるようになった。ガガガ銀河での冒険から1年が経った。ラチェットは何もせずのんびりと生活している一方、クランクは俳優という新しい道を見出し、TV ドラマに出演する毎日を送っていた。そんな中、ラチェットは懐かしの故郷である、辺境惑星ベルディンが、ドクターネファリウス率いる。 ティラノイドと呼ばれるエイリアン種族の襲撃を受けているという知らせを聞く。大急ぎで帰ると、いきなり、ガラクチックレンジャーの隊長に任命されてしまい、ガラクチック大統領と、その部下であるフェニックス号艦長のサーシャから依頼を受け、またもや銀河を救うたびに出るのであった。今作は、ズガガ銀河が舞台となっているため、以前に登場したステージがいくつか登場している。また、 惑星という表示がなくなっている。また、今作では、フェニックス号を拠点とし、行き来しながら進んでいくというスタイルになっている。ありがとうございます。